要はその新鮮でも間違いじゃない、新鮮でも美味しいけども、それをもっと美味しくするために締めたり何したりっていう。いらっしゃいませ。お寿司屋さんで魚を熟成させるようになったのは大体1800年の後半ぐらいからだと思います。昔は冷蔵庫が使えなかったりとか、魚を保存するために必要な道具が揃っていなかったので、火を通したり酢で締めたり、こう熟成、要はその鮮度を保つ、生で食べられる期間を伸ばすという手法、手段の一つです。鮮度が良くないと熟成に耐えられないんですね。だからこう食感がいいとかコリコリしてるとかっていうのはまだ動物エネルギーの段階です。ほっといてもなるんですけど、我々が締めたりとか寝かせたりとかっていう作業をするようになって、その幅、この期間を伸ばすことができる。動物エネルギーがこう変わっていってアミノ酸になっていく。アミノ酸が出てきて旨味に変わって、その旨味が腐食の成分に変わっていくんですけども、新鮮な状態を保つためにはやはり塩をして脱水をすることですね。Big reef squid, アオリイカ。やり方としてはまずは基本的には火を通すことです。ここでやってるところが100個中2個しかなかったりとか。 Legs, イカ耳 is a ear and a body。 ただ火を通しすぎると調理になってしまいますし、52 53 54 no、 生の状態を保ったまま、殺菌消毒するためには限りなく際どいせめぎ合いといいますか、火を入れすぎず入れなさすぎず。ベイビースナッパー、カスゴダイ。ベリーベリーストロングソルウォーダー。酢を使うことに関してはお魚によって異なるので、例えば光物、代表的なものでいうとコハダやアジ、サバというのは酢にくぐらしたりします。北海道で生まれて18年間北海道で育って、3年間海の海洋生物について専門の高校に行って学んでおりました。そういう知識、経験ですねっていうのはかなり役立ちました。ゴールデンアイスナッパー、金目鯛。昆布締めとは昆布と昆布の間にお魚をこう挟んで寝かせる手法の一つです。で、昆布締めされた魚はもちろん昆布の風味が一番映ることですね。特徴的なことで言うと昆布の香りが一番映ると。で、昆布の旨味が入る。なぜ北海道の昆布を仕入れているかというと、やっぱ北海道の海水はすごく水が冷たくて、日本特有の気候が重なり、環境的に言うとプランクトンが非常に豊富です。そのプランクトンを食べている昆布がやはりこう世界で比べても一番美味しいから、北海道の昆布を使っております。 This is a cherry blossom trout、サクラマス。ビューティフォー。漬け自体が熟成方法の一つです。だから塩を振る、塩で締める、いろんなやり方はもちろんあるんですけども、代表的なのはマグロだとか、大きいお魚ですね、こういうのを、一晩二晩、醤油だとかだしとか、それぞれのレストランで異なりますが、漬けをすることによって、もちろんその漬けだれの味が浸透圧でこう魚の身に入っていくので、タレの味が入っていく
漬けを熟成というか漬けが熟成です。ただイングリッシュがないからスロークックっていうふうに言ってるんだけど、ただ日本語に直しても煮ホタテなのさ。もう日本のお寿司屋さんの煮ハマグリだとか煮ホタテっていうのはすごくコト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 こう煮るんではなく、かなり瞬間的に煮たもの、それで作った、タレにこうマリネ漬けにすることですね。はい、これは、僕が独自で考え出した技術ではなく、まあ、昔のやり方を代用といいますか参考にして、自分のオリジナルを、加えたものです。こういう例えば3分蒸してるところを1分にするということです。煮物っていう表現の方がいいと思います。This is a slow cooked scallop from Hokkaido. This is a baby snapper marinated with salt and sweet vinegar. This is a big reef squid from Kagoshima. This is a sakura masu. This is a golden eye snapper, kobujime.昔は熟成させるっていうのは基本的にはまあ保存するための手法の一つなんですが、今はやはりこう保存する冷蔵庫だとか冷凍庫というのがかなり普及していますので、今はやはりこうどうやってうまみを引き出すかというところに着目すると、やはり昔のやり方を真似るのが一番うまみを引き出すことにつながるということです。